武雄市の朝日小学校の関所会は、江戸時代の寺子屋で開かれていたものを前身の高橋小学校が引き継ぎ、今年で147回を数える伝統行事です。全校児童415人が参加し、このうち4年生から6年生は体育館に集まって一斉に取り組みました。各学年ごとに決められた課題をおよそ2週間、授業や自宅などで練習してきたという子どもたち。本番は制限時間40分、1人1枚の一発勝負です。ちょっとかすれたりしてしまったので、なんか書き直したいなっていう気持ちがありました。最後の関所会だったんで、全力で練習を頑張りました。毎日2時間半、習字で練習しました。子どもたちの作品は、保護者向けや来賓向けに、今月18日まで各教室に展示されるということです。